What's up, ladies and gents? どうも皆さん、こんにちは。テッドマーキュリーです。ヒットワンツー。今回やっていくのは、アンドレア・マルティネスをですね、なんていうのかな、レターボックスを使って、爆殺していきたいと思います。まずはその、レターボックスそのものを取りに行く必要があるので、リコのマンションまで向かっていく感じになります。あ、服装がないつも通りですね。換気扇回して、で、監視カメラ見つかるんですけど、後々ぶっ壊すので、もう全然問題なしです。変装してるんでね。あ、こっちじゃない。階段の下を降りまして、で、左行って、で、右行って、左で、ここ二人敵いるんですけど、二人とも気絶させていきます。これどっちが来るかな。ああ、ピンクが来たか。あ、タイミング悪。で、右のところに隠しまして、ちょうどこの部屋にね、レターボックスとあれがあるんでね、カメラがそこにね。これ外にうろついてる敵、頭の上に白色のマークついてるやつなんで、気をつけてください。あー、来てる。で、今からアンドレア・マルティネスさんの、あの屋敷ね、のところまで行って、で、この間のラブレターで暗殺した時に銀色のなんかよくわからんやつの上に手紙を置いたと思うんですけど、あれを手紙じゃなくて、やっぱ先ほど拾った爆弾に変えるだけですね。それでミッション完了です。多分ね、ちょうどいいぐらいのタイミングやと思うんですよね。もしあれだったら、
手紙爆弾置いてからマルティネスが来るまでちょっと待たないといけないんですけど、おそらくタイミング的にほらもうマルティネス屋敷に向かってるので、結構ちょうどいい感じですね。あとはここで、マルティネスが来るまで待つだけですね。もう来てますね。もう多分すぐやと思います。はい、というわけで、どうも皆さんありがとうございました。今回はアンドレア・マルティネスを、なんていうの、レターボックスを使って爆殺してみました。また次回の動画をお楽しみに。じゃあ、ピースアウト。